大阪市営バス。大阪市営バスは、大阪府大阪市が、かつて経営していたバス、公営バスである。大阪市営地下鉄とともに、大阪市交通局が運営を行っていた。2018年3月31日に、大阪市営バスとしての運行を終了し、すべてのバス事業は、大阪市でバスへ譲渡された。運行終了直前まで、 大阪市全域を運行エリアとし、隣接する森口市、営業所も所在、門間市、東大阪市、堺市、松原市にも乗り入れを行っていた。以前は、豊中市や八尾市、大東市への乗り入れも行っていた。総営業キロ数は648.5キロメートル、平成21年3月31日時点、保有車両数は719両、 平成22年9月1日時点であったが、赤バスの廃止を含めた路線再編により縮小されて、2013年度の車両数は556台であった。2002年1月の路線改編以降は、一部営業省外閣団体の大阪シティバス、旧大阪運輸振興、株式会社に管理委託するなど運営コストの削減を進めた。また、 2007年4月から板間の営業所を南海バスに委託している。日本初のワンマンバスの導入、1970年のワンステップバス試験導入、赤バスと呼ばれる100円料金のコミュニティバスの運行、同じ大阪市交通局の運営であった大阪市営地下鉄との乗り継ぎ割引度の導入などが行われた。大阪市営バスが運行されていた当時は、 大阪市内の大部分のバス運行を担っていた、市営問答主義の項も参照。大阪と構想に関連する大阪市の市政改革に伴い、府市統合本部より改革案が示され、赤字幅の大きい市バスの運行については民営化や、他の交通サービス、乗り合いタクシーなどへの転換が検討された。再産性のある58路線は、民間上都などで維持を図り、 不採算とされている一般バス41路線、赤バス29路線は原則廃止し、各行政区で必要性を判断するとした。しかし、各区の調整が遅れたため、2012年度末に廃止したのは赤バスのうち26路線、3路線は存続に止まった。また、存続した天王寺ループ、西川宿役所、長吉長原西売割西三路線は、 一般バスに組み込み、ダイヤ改正及び、料金の200円への値上げが行われた。その後、2013年3月31日の運行をもって、赤バスは廃止となり、残留路線はそれぞれ、西淡路区役所系統が1号系統、東淀川駅前経由の便は、途中の新大阪駅東口までは11、A 号系統、天王寺ループは68号系統。 長吉長原西売割西系統は、デトバスターミナルを境に16号系統と66号系統に分割さ、ただし一部の便を除きこの2系統は連続運転。一般系統として、同年4月1日から運行していたが、このうち68号系統は1年後の2014年4月1日で廃止され、また同日には66号系統も14号系統に統合され、 統合により14号系統の一部区間で経路を変更している事実上廃止された。これにより16号系統は連続運行を終了した。2018年3月31日に大阪市営バスとしての全運行を終了し、2018年4月1日に大阪シティバスへ全てのバス事業を譲渡した。なお、 イタの営業所の南海バスへの委託を継続するかどうかについては定めである。乗降方式は後乗り前降り、旧赤バス用車両は乗降口併用で前側1箇所。一般バスの運賃は乗車距離に関わらず1乗車大人210円均一。小2、小学生以下は110円。 1>, 1歳以上小学生就学前の幼児は、運賃を支払う人1名につき、2名まで無料。3名以上は、承認運賃を支払う。1歳未満の乳児は無料。2014年4月1日より、バス、マイナスバスの乗り継ぎ及びバス地下鉄の乗り継ぎは、隠しカード乗車券、ピタパーイコカなどの IC カード、レインボーカードなどの、スルッと関西カード。 回数カード利用時に限り適用され、現金利用及び紙回数券利用、バスマイナスバス乗り継ぎのみによる乗り継ぎ制度は廃止された。なお、大阪市交通局では、バス利用の対価として支払う金銭等のことを、運賃と呼ばずに、乗車料金という表現で統一していたが、2018年4月1日からの民営化後は、普通運賃に改められた。 同局の料金収納機、他事業者でいう、運賃箱は、近畿地方のバス事業者としては少数派である、釣り選手機を採用しているため、事前に両替をする必要はない。したがって、原則として、料金は一人ずつ支払う必要があり、校舎ドアが開いた時に、料金はお一人ずつお願いいたします。と、料金収納機から、合成音声で、アナウンスされる。 小に一人での利用で、釣り線が必要な場合や、複数人員の運賃を一度に支払う場合は、運転士に申し出ることにより、運転士の危機器操作で合計運賃が表示されるので、その後運賃を投入する。例えば大人5人分をまとめて支払う場合、千円札1枚を使ったまとめ払いも可能である。この場合、千円札は、効果投入部ではなく紙幣挿入部に挿入する。 なお、大阪市内でも、路線バスを運行する、阪急バス、近鉄バスのほか、神戸市バスなど、近隣の事業者の多くは、自動係数運賃箱や均一運賃を採用していても両替方式である。大阪市外に発着する路線でも、大阪市内と同様、運賃は大人210円均一である。南海バスの堺市内均一区間の運賃は220円で、 大阪市営バスと並走する区間でも同じであり、一方、大阪市バスは、南海バスの境市内均一区間相当部のみを利用しても210円均一であるため、この区間では、運行事業者によって運賃が異なる。チャージはの全種平に対応しているが、お釣りはない。ピタパ専用の申告制割引制度。あらかじめ定期券発売所やインターネット、ピタパクラブで、 市バスプランの利用を申請すると、バス全線1ヶ月定期運賃2キロ未満7560円が支払い上限額となる。1ヶ月の利用運賃がそれ未満の場合、利用額割引、フリースタイルの割引額計算式で計算された割引後運賃が引き落とされる。利用者のメリットとしてインターネットでも申請できるため、 ネット環境があれば定期券発売所に出向く必要がなく、また利用が少なかった月は定期運賃よりも支払い金額が少なくなる、乗り継ぎ割引などをうまく使えば利用額の抑制ができる点などが挙げられる。また、交通局のメリットとしては定期券発売所の混雑緩和、定期券発売コストの抑制などが挙げられる。地下鉄、バスプランもある。 利用額割引については、大阪市交通局ピタパによる割引の記事を参照。解説、廃止日については、大阪市交通局100年市、大阪市交通局2005年、P242.243 他も参照。大阪市営バスでは、かつては、おおむね1970年代後半頃まで、ダイヤ管理は営業所ではなく、操車場で行っていた。運転手は、 奏車上で初めて自分が担当する便を知らされていた。このような仕組みを総合奏車制と呼んでいた。このため、総合奏車制の実施当時は実質的に全部の営業所が全系統を担当していたため、担当営業所という概念はなかった。また、乗務員も他の公営バスや民営バスで一般的な営業所に配属される方式ではなかった。 この総合走車制はバスが遅延した場合は遅延先に最も近い営業所からダイソーを送り込んだりまた遠く離れた営業所から車両が応援に入りやすいなど直ちに対処しやすい時点はあったものの逆に前述にある通り実質的に全営業所が全系統を担当していたことから車両の運用は極めて広範囲に及びまた乗務員についても大阪市営バスの全系統の経路や 全営業所及び全停留所の位置などの熟知を必要とし、結果的に乗務員の負担が大きく生じてしまうという欠点もあった。1970年代後半の総合奏車制、廃止後は、ダイヤ管理は営業所で直接行うようになり、運転手も営業所所属の形態に変更されたものの、総合奏車制の名残で長らく各系統の担当営業所を正式に定めおらず、 インターネットホームページ開設後は公式サイトや2010年代の大阪市営バス祭末期には地下鉄駅及びバス営業所で配布している市営交通のご案内において営業所別担当路線図や担当営業所一覧表が掲載されるようになった一つの系統を複数の営業所で担当するケースも多数あった早朝深夜の数便程度のみ担当する 営業所もあったなど、公営バスの中では、かなりの臨機応変な運行操車を行っていた。その後、2014年4月1日のダイヤ改正より、一旦は原則として一つの系統は1、営業所専属で運行するようになったが、同年9月21日のダイヤ改正で98号系統が、鶴町と鳥島の2営業所の担当、2015年4月1日の、 ダイヤ改正で6号系統と88号系統が中津、鶴町、鳥島の3営業所、36号系統、53号系統、97号系統が中津、鳥島の2営業所の担当となった。同年秋以降は再び複数の営業所で運行される系統が増えたが、この状態で大阪シティバスに移管を実施した。運行終了直前までの営業所。 担当系統は2017年7月1日現在。廃止格営業所の配置車種には一部の例外も存在する9条、かすがでの電気バスは異せず、系統番号の表記については2002年の改変時に従来のゾーンバスシステムによる幹線1号系統、支線1号系統といった区別があったものを大きく番号を変えない形で幹線、支線、および特 管理等の区別をなくした。旧、四線一号系統、甲、乙、甲 A、乙 A の場合、一 a 号系統、一 d 号系統というように、末尾に A や B などのアルファベットをつけて、一号系統になった、旧、管一号系統と区別した。また、従来同理同一系統の区間便でも、同じように末尾に A や B などをつけている例もあり、ただし、区間便の場合は、 旅客案内上では A や B などを省略。これらのケースが複合した系統番号も存在した。感染系統、フィーラー系統、地域系統、コミュニティ系統に区分されるようになっている。また、路線図においては運行頻度によって線の種類を変えた。各路線の詳細は営業省記事も参照のこと。2017年7月1日現在。 大型、中型は、国産4車種、いすず自動車、日野自動車、三菱ふそう、ド、トラックス、旧、日産ディーゼル製が入り、かつては営業所ごとに、車種もほぼ統一されていた。また、西日本車体工業、西高、NSK のボディを仮装した車両も多く存在し、営業所によっては、西高仮装車で統一した、営業所も存在した、森口、 カスガで取りなど。しかし、2002年の路線再編や、大阪運輸振興への委託などで車両が、転属するなどしたため、統一性は、崩れてきている。また、購入車種もバス製造メーカーの業界再編や、入札方法の変更などもあって、旅ごとに変わるようになり、その傾向が強くなった。イスズエルガや、同型の日の、ブルーリボン E、J バス統合車種。 日産ディーゼルスペースランナー RA およびその OEM である三菱ふそうエアロスター S の導入が特に目立っている。また AT 車の導入にも積極的で近年投入の車両については MT 車の設定しかない車種を除き全車両が AT を採用している。行き先表示器方向膜については膜式の車両が多数を占めているが2006年投入の一部車両から LED 式が採用され、2008年以降投入の車両は全車 LED 式が採用されいる。ただし、2010年現在で幕式から LED 式に改造された車両は存在していない。ドアチャイムは1991年度投入の車両より従来のブザータイプを改め、ウェストミンスターの鐘のメロディチャイムを採用している。2012年以降に 導入の三菱不装、エアロスターのみチャイムを改め、2がオトタイプ、音声案内を含んだものとなっている、日のルーリボン式ハイブリッドや赤バスから転用した日のポンチョは従来通り、ウェストミンスターの鐘のメロディチャイムが使用されている。また、エアロスターでも、ウェストミンスターの鐘を継続使用している車両もある。また、 1991年度に導入された車両より、エアサスペンションを用いた車両に切り替えられ、順次、リーフサスペンションの車両を置き換えていった、2002年に、終了。なお、大型短弱車や中型長弱車については、現在導入はされていない。最終便については、幕式車両については、赤色のランプを点灯、駐車灯、LED 式については、 行き先表示の後に終わりマークを表示する側面については系統番号の右横に表示赤バスについては小型のステップバスをムのオーバーマルチライダーが導入されたが2004年度購入の車両についてはメルセデス・ベンツ T1N となり車内の半分はワンステップと交代したなお2012年4月からは従来の車両に加え日の ポンチョが導入された。この車両は2013年の赤バス廃止後は塗装を変更して一般路線バスに使われている。ワンマンカーの場合、1997年にノンステップバスが導入されるまで一部の例外、ビジネスバスなどを除き、すべて前、後、扉方式に統一されていた。その他に大阪市営バスの車両には特徴が多く見られた。 客席については1990年から1999年導入分までバケットシートが採用され座席配置も横向きを取り入れるなど工夫がなされていた。また通常フロントバンパー両端に設置されているフォグランプが大阪市営バスでは省略されているのも特徴であった1970年代までの車両にはフォグランプがあったが1999年に 導入された車両からは、フォグランプが設置されるようになっている。外観では、左後輪に巻き込み防止用のカバーをつけている。同様のものは、近鉄バスや奈良交通、高槻市交通部等でも見られる。また、料金収納機、運賃箱の自動係数機能や音声、合成放送装置などはいち早く導入したほか、抵抗会社の導入にも、積極的である。2012年。 平成24年4月1日に保有している全車両のノンステップ化が完了しているが、この年以降、新車の投入は途絶えている状態である。大阪市営バスでは2000年以降、阪神地区が自動車 NOX、PM 法等に基づく使用者主規制特定地域に指定されたことなどから、概ね12年以内。ただし、2012年度以降は18年に延長。 で更新している。そのため、同バスで役目を終えた車両は、全国の地方事業者に譲渡されて引き続き使用されており、東日本大震災の支援活動として2010年度に廃車となった車両が、仙台市交通局と手剣北自動車に無償譲渡されたほか、釜石市へも無料循環バス用として、森口営業所所属の2台が無償譲渡されている。また、ミャンマーなど、 日本国外へも輸出されている。大阪市営バスの車両には、一両ごとに局番と呼ばれる番号が付与されていた。二桁の数字と四桁の数字との六桁で構成され、上二桁と下四桁の間に、対、ハイフンが付与。このような不満体系であったため、約20年に一度同じ局番を持つ車両が登場する可能性があったが、 上記の通り末期には新造後12年程度で更新されていたので2両の車が同時に同じ曲板を持つ可能性はほぼなかった2桁の数字と4桁の数字との6桁で構成され上2桁と下4桁の間に対ハイフンが付与大阪市営バスでは業界に先駆けて各種の新装備や新機構を取り入れている現在全国のバス会社で 一般的に採用されている機器類も大阪市 A バスが1000を切ったものが少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。